はい、こんにちは、ズイフさんです。今日は岩崎京子さんの運勢を見てみたいと思います。水泳の、ね、解説で、今大活躍しております。どんな運勢してるのかなと、いうことで、見ていきたいと思います。パッと見た瞬間、コンクラーベに出る人ですかとね、いうことでね、アセンダントの支配星がね、十二室水星になります。その人のね、最も生き生きしている場所はどこですか。十二室です、ね。心の世界ですと、こういうことですよね。ですので、この水星、土星、金星、火星と4つの天体が十二室にありますのでね、10分の4、そこに力を使うということになりますので、つまりコンクラーベにね、出ると、ね、いうことで、ローマ法王になると、ね、そういうことになります。心の世界に生きる、ね、そういったことがテーマですから、まあ、これが、運勢としては間違った方向に出る、ね、場合があります。それは何だと。で、金星なんですね。金星で、ひそやかな恋というところにその魅力を感じるという方が非常に多いです。ひそやかな恋、ね、人目を盗んで、ね、ということになりますのでね、前回のね、離婚調停中の他の男性と会っていたっていうことでね、騒がれた。で、まあ元ご主人もね、別居してるからね、仕方ないと、ね、いうふうに言ってて、そんなに大きな問題にはならなかったんですけどね、そういう問題につながっているっていう場合もね、非常に多いと。だから不倫も多いです、ぶっちゃけ、ね。もうそこは生徒と先生の恋とかね、そういうのも多いです。そしてこっくりさんね、やってるし、やっちゃいけないいけないね、学校の先生からこっくりさんってやっちゃいけないんだよっていうのも言われると余計やりたくなるっていうね。それはもう十二室金星なんでね、しかも二室から来てる金星なんでね、まあこれやってないと、その自分の何かそういうことやってないと自分のこう保てないと。自分自身をね、自分自身だから二室の支配性ってやっぱりこれをやってるからこそ自分保ててるんだよってね、こっくりさんやってるから自分保ててるんだよみたいなね、不倫してるからだよみたいな、そういう出方をするということになります、ね。あるいはその、まあ、正しい方向に使うならね、コンクラーベ出るために頑張ってるんだよっていう風にね、してしまう方が非常に有効ですと。宗教一生懸命やるね、宗教にお金使う人ね、宗教に、まあ、お金を入れ込む人ってね、だからこういう人にね、宗教やってるって聞いたら、まさそんなに入れ込んでるわけじゃないでしょうねみたいなね家を売って寄付しましたとかね、そんな話もね聞くわけですよね。ですから自分のお金は何に使うのか、ね、神事に使いますということになりますんでね、そういう面でもね、ちょっと注意が必要だなと思うし、有効に、ね、使えばね、コンクラーベ、ね、ね、法王になるために、頑張ってお金使いますっていう、ね、ことならば非常によろしいのかなというふうに思います。で、土星、土星、心の問題ということでね、苦労します。で、若い頃からね、苦労してきたと、いうことで、まあ、金メダル取ったはいいけどもっていうね、ところなんですけどもね。で、お姉ちゃんの恵子さんね、いつもお姉ちゃんの後をくっついてね、水泳に行ってた、お姉ちゃんの背中を追ってた、しかし日本選手権自分が2位でお姉ちゃん4位、ね、オリンピック代表3位まで、ね、
お姉ちゃん落選、自分だけオリンピック行くことになっちゃった、ね、そこまではいいけどね、もうついでに自分もう金メダル取っちゃったと、まあ、そのショックが大きくてね、やっぱりお姉さんには非常に気遣ってね、家ではオリンピックのおの字も出せなかったとね、だからもうオリンピックもう金メダル取るんじゃなかったと、ね、いうこと、もうオリンピックで金メダル取ったことをさえもね後悔してね、家族崩壊みたいなね、そういうようなこと、心の問題、ね、それと伴うストーカー問題、あるいはいたずら電話、ね、そういう ストーカー被害、そういった問題がありました。まあ、それを克服するというね、そういう見えない敵、何かわからないけどね、これは何なんだみたいなね、もうお姉さんはね、あなたが悪いんじゃないって言ってね、かばってはくれてるけどね、そのお姉さんの残念そうな顔を見てるとね、取らなきゃよかったっていうね、そういうところがやっぱりね、土星なのかなっていうね。で、まあ問題の算出、ね、可用性ありますんでね、兄弟でのその何かいろいろね、複雑な混乱すること、そういったことってやっぱ算出可用性が示しています。だから兄弟がどうのこうのって見るときね、パッと算出見ますね。で、揉めてる場合ね、やっぱりトランスサタニアンが入ってるか、あるいはマレフィックね、入ってるか、まあ大体どっちかですね。算出木星あってね、兄弟揉めてますとかあんまり聞いたことないんでね。いやー、もう兄弟も仲良くて、なんかもう協力して、いつも困った時助けてくれてとかね、言うんだけどもね。まあマレフィック入ってるとね、まあいろんな問題がありますね。ベネフィックだとみんなね、兄弟大好きで仲いいっていうねケースがやっぱ多いですよね。これ問題は可用性でね、まあ天王星はトラブルって感じはするんですけど、可用性だとね混乱ですよね。どうしたらいいのか分かんないって、何が何だか分かんないよっていうね、そういう意味になりますんでね、今回のね、お姉さんとのこと、お姉さんもねもう入って3位以内に入ってくれてね、その兄弟で金銀とかってねなってくれればね一番良かったんでしょうけどもね、そうではなかったと、いうこととかね、まあいろいろストーカー事件とかね、算出可用性だともうなんだか分かんないっていうね、見えないその敵、それはもうピンポンダッシュだったりとか、あるいは板伝だったりとかストーカーだったりとかね、そういう類のものになります。ですのでね、まあ、そういう試練ね、そういう試練あっても心を平静に保つ修行を選んでこの世に生まれてきたということですよね。だからもうオリンピックのこともそうだし、お姉さんとのこともそうなんだけど、まあね、そういう心の修行をするためにやってきたんですよという、まあ、運勢なんですよね。ですのでね、でまあこの土星どっから来てるかっていうと、五室ということなんでね、これまあ勝負の五室なんでね、オリンピックということでね、やっぱオリンピックね、兄弟ね、そういったところがやっぱ絡んでくるということですよね。何かね、数奇な運勢というかね、運命というものをやっぱ感じざるを得ない、そういう運勢してますよね。まあでもそれ克服していくんですよということですよね。で、五室なんで子供さんですよね。子供さん、お嬢さんおられるということなんですけどもね、お嬢さんも一緒にね進行するのが望ましいと、ね、いうことで、何かね娘さんと楽しくね
何か信仰を持つっていうことがね、最もその望ましい姿だと思います。そしてね、まああんまりにもね、その一緒にいすぎるとっていうところもね、やっぱりあります。だからまあある程度子供さんとは距離を空ける、ね、だからある程度の年になったら全寮制のね、学校に入れてあげるとかね、そういう使い方が多いです。そしてまあ月、ね、やっぱりこう子供の世話をする、ね、そういったことがね、まあ非常に、まあ、日々のそのライフワーク、そういったもの、それをやってることがもう非常にね、まあ、自然の姿だと。子育てやってるっていうのはね、ライフワークであると。あるいは勝負をやっている。でまあ勝負はもう引退されたんでね、多分今子供さんということで使ってると思いますけどね。ということになります。そして、一室には冥王星ですね。冥王星ありますんでね、やっぱりもう自分自身のその信念、そういったものをね、とにかくこう貫き通す、そういうね、運勢ですんで、めげずにね、もう貫き通すということでね、よろしいと思います。まあ今回ね、瀬戸ダイヤ夫妻、ね、のことで流れ玉を食らってるみたいな、ね、ことをね、書いてありましたけどね、それにめげずにね、とにかくね、自分の道をこう貫いていく、そういうことで大吉な運勢でございます。そしてまあ十二室火星になりますけど、これはもう非常にね、まあ、進行ということでね、やりすぎちゃってくださいみたいなね、千日プチ千日解放、100日解放ぐらいやりますみたいな、千日解放じゃなくてもう100日解放ぐらいはやりますぐらいだね。まあ100日解放って言っても大変なことですからね。まあそのぐらいの勢いでということになりますんでね、まあとにかくキーワードになるのはその中二室、良い信仰を持ってもらいたいし、楽しくその信仰をされると、信仰を持つということがね、最も大きなポイントだと思います。そしてね、11室には太陽入ります。11室だからやっぱりなんか教育とかっていうんじゃなくてね、指導者ということではなくて、水泳協会ね、オリンピック委員会とかね、協会、そっちの方のね、お仕事っていうことが目標目的っていうことになります。ですから水泳連盟協会、そっちの方の仕事とか、スポーツ協会だとか、そういう仕事ね、オリンピック関係だとか、そういう仕事、仕事というよりボランティアというかね、そういったこと、仕事ではないんだと、ね、いう感じはしますよね。幽谷の11室になりますんでね。そして10室木星ということで、もう有名になれる配置、もう初っぱな有名になってますから、この辺はね、もう説明はもう不要ですと説明はいらないでしょうみたいなね、感じでございます。そして、二室に天王星が入りますんでね、お金の稼ぎ方もね、普通よりはちょっと違うね、変わったお金の稼ぎ方をしますんでね、不思議な金運というね、変わった金運、ね、そんなことで稼いでるのか、そういうようなね、金運をお持ちなんでね、多分ね、食うには困んないでしょみたいなね、ことはね、言われると思います。まあでも突然ね、お金を失ったりとかね、突然入ってきたりとかね、そういう、まあやっぱりこう浮き沈みは激しいといえども、まあ不思議なね、金運だなっていうことはやっぱ思います。
どんどん稼いでくださいと、いうことです。特に6室から来てるんでね、6室から来てる天皇制なんで、健康とかね、トレーニングとかね、そういったこと、お薬関係、サプリメント、そういったものでね、稼ぐという可能性は高いと、いうことだと思います。小惑星を見てみましょう。小惑星と感受点ですね。小惑星と感受点、木星にはリリスがあります、ね。まあ、リリスということで、まあ、非常にね、芸能界なんかね、非常によろしいのかなということは思いますよね。芸能関係、キャリアとか、まあ自分のそのお仕事、ね、仕事運というのは、まあ、受質で見ますけどね、まあ、そこにリリスが来るということはね、まあ芸能関係、まあ今もね、リポーターとして、解説者として、出てますしね、まあテレビにもちょくちょく出て、バラエティとかにもね、ちょくちょく出ておりますんでね、これはもうテレビ向きであるということで、よろしいのかなと思います。そして、一室、ドラゴンヘッド。ですから、まあ、自分を出していった方がいいと、いうことですよね。だから自分をどんどん出していくことによって、いいことが起きてくるということなんでね。だからご主人に合わせるんではなくて、ご主人が合わせてくれるというね、そういう形を取りたいということですよね。そういう運勢になりますんで、ご主人、まあ、結婚の条件としてはね、そういった形の方がね、大吉であると、ね。京子さんのやりたいことをね、助けてくれる。ね、押してくれる、そういう人の方がね、よろしいということになります。逆にその相手に合わせようとするとね、あまりこううまくいかなくなるということなんでね、ですから離婚されたということなんですが、まあその辺ご主人もね、もう元ご主人もラガーマンでね、スポーツ関係ですので、ちょっと立ててくれなんて言ったら多分うまくいかない、いかなかったのかなっていうね、そういうところですよね。そして7室パートフォーチューン、パートオブフォーチューン入ります。ですから、まあそういうね、システムさえ間違えなければね、うまくいくね、すごいいい人が現れるっていうね、結婚してますんでね、まあもし次結婚することがあればね、そういう観点で選んだ方がよろしいと。まあでもそれはもう十分ね、再婚の可能性のある配置です。パートオブフォーチューンがありますんでね、結婚しなくてもパートナーという意味ではね、ラッキーな人が来てくれると、まあ、ただね、条件はもう自分をサポートしてくれるっていうね、そういうこと、相手を手伝ってっていうような人だったらちょっとそれはちょっと違うのかなって、逆にそれは災いになりますんでね。そして3室にはパラス、ベスタ、入ります、パラスとベスタ、入りますんでね、まあ喋りの仕事とかね、まあ指導者、ね、としてもやっていくということなんですけども、それだけじゃないということになると思います。それだけじゃなくて他の教会の仕事もやって、まあ子供たちにも教えてね、まあでもずっと続けるというわけではなくてね、まあ場合によってはもう必要とあれば教えてあげるというようなね、形で、よろしいのかなと思います。ですから、まあ天体、いい天体が入ってね、ベネフィックと、あるいはいい天体がね、
ベネフィックが入っていればね、でいいアスペクトで入っていればね、で小惑星もいい天体が入っていればね、まあ指導者として頑張ってもらいたいって、まあね、言えるわけですけども、まあ小惑星2つとあと海王星が入ってますんでね、まあそれだけではないということだと思います。指導者になるっていう、教えるっていうとね、ちょっと迷いが生じると思いますよね、海王星なんでね、ですんでそればっかっていうわけでもないということだと思います。だから必要に応じて今教えた方がいいなっていう時にパッとこうね、要所要所だけポンと教えるってね、こと。だから三質海王星の人ってね、ふと気づいた、ね、ふと思い立った時に旅行するとね、まあいいひらめきがあると、ね、いうことですよね。よし旅行行こう、ね、うん、定期的に旅行する、ね、思いついた時にすぐ旅行する、ね、それがまあ予定調和的にその人に必要な情報をもたらしてくれるということになります。そして4室、セレス入ります。本質セレスということなんでね、まあ家庭が癒しですということになります。まあなんだかんだ言ってね、まあそういうことはあったけども、あったかいね、家庭 で、まあ、家庭でね、まあ、育てられたと。まあオリンピックのことはね、まあ禁句だとはいえね、まあお姉さんともね、仲はいいしっていうことで、まあお姉さんもね、それはもうあなたのせいじゃないよとは言ってくれてるわけですからね。でまあ温かい家庭をまあ作ってね、でまあそこで成長していくということなんでね、まあいろんなことありましたけど、なんだかんだ言って家庭で成長してきたと、いうことが4室セレスで出てるわけです。そして5室ジュノーということですよね。ですんで、まあ教育熱心というね、ことになってくると思います、ね、ですんで、一生懸命ね勉強を教えてあげたりとか、スポーツを教えてあげたりとかね、まあ、水泳はやらしてるかどうか分かりませんけどね、一生懸命ね教育ということでねやってるということは思います。でまあジュノーなんでまあ、恋愛っていうことも考えられますんで、恋愛する、ね、そういう権利があるということなんでね、もしかしたらその恋人っていうのもこれからね、まあ、できる可能性もあるということだと思います。そして6室バーテックス、6室バーテックス入りますんでね、まあ、健康のことですよね、健康のこと、心身相関ということになりますんでね。だからもうこれね、気候とかね、そういったことをねやるとすごい配置だと思います。ですから気候、特にもう気候を習う、ね、そういうことによってね、まあ心と体一体ですんでね、気候の凄さってね、もう実感してる人結構多いんでね、そういう気候に関係する感じはしますよね。心と体の健康ということですよね。心が充実してないとやっぱ体も病気になるし、ね、心身相関ということになります。で、まあ12室にはもうやっぱアンチバーテックスが入ってきますんでね、もちろんこれはもう心の世界というのがもう最も大事なことになります。8室キロンが入ります。ですから何かオカルトティックなことですよね。何かこうその人にこう入り込む一体化という部屋なんでね、ですから魔術だとかね、そういったことに関係する人、念力とかね、ユリゲラーとかね出てましたけどねテレビにね、そういう世界ですよね。ですからまあ最近はやっぱ8室強い人だと
人相を見るの上手な人やっぱ多くてね、ちょっとしたその顔の変化でもね、すぐパッとこういうね、発質のね、いい人ってすぐ見つけて、ね、最近お金使ってるでしょ、ちょっと鼻が赤いよとかね、いろいろね言ってくるんでね、なるほどとね、まあ観察ということになりますんでね。で時々ね、その発質強い人とか見てるとね、なんかジロジロ人の顔見てるな、この人な、なんかついてますかとか言うと、いや、ここに景色が走ってるからいい線だなと思ってって言ってね、あ、そうですかって言ってね。でオリンピックでもね、あ、この人景色が入ってるって、人相見てるんですよ、その選手のこの人は勝つとか、ね、この人は負けるとかね、そういった形でね見ていると、いうことになります。ということでね、まあ小惑星、感受点ね、見てみました。そしてね、アスペクトを見てみましょう。太陽はカニの27度ね、カニの27度っていうとね、もう仲間内でもう我々でやろうやとね、こっちはカトリックね、カトリックはカトリックでやるから、ね、プロテスタントだとみたいなね君たちは違うからみたいなあっち行きなさいみたいなもうカトリックはカトリックのいいところがあるんだから、もうそれはそれでやらせてもらうから、もうね、こっちはね正当なんだからみたいなね、そんな感じでね、まあ身内意識の強さっていうね、ワンチームってね、他に冷たいみたいなワンチームって言いながら身内に優しいけど他には冷たいみたいなね人多かったりしますんで、まあカニっていうと森さんを思い出しますけどね、自民党にはすごい優しいみたいなね、うん、みんな言ってますよね、森さんってすごい優しいって、ね、ただ出現するみたいなね半径5メートルしか見えないみたいな客観的な視点とかってやっぱないわけですからね、そのカニ座ってね、うん、それはもう水亀とかそういうね人ですから、カニの人にそれを期待しても無理だと思いますみたいな、神の国日本ってねいうまあそれはそれでいいと思いますけどね、あの公の場で言うとボコボコにされますみたいなね、ということです。まあカニ座、まあとにかく志をその一緒にした人とね、共に何かやっていこうっていう方針なんでね、それが何なのかということですよね。まあそれノンアスペクトですから、これはまあ一回スイッチ入ったらやっぱすごいぞということになります。水星土星5、ね、水星土星5なんでね、地道な努力、努力家ですよ。でまあ言葉も少ない、ね、言葉もそんな饒舌な方じゃないですよね。饒舌というかね、うん、きっちりこう正確に言葉を選びながらね、やっていくというようなね特徴があります。まあ獅子の24度なんでね、まあそれでも正確に言いながら派手な表現をするということでね、テレビ受けはいいと思いますし、解説者としては非常によろしいということだと思います。そしてね、金星が海王星とスクエア、天王星とセクスタイル、というね、ものすごい配置をしてますよね、これはね。ですからもう恋愛もものすごい、ね、恋愛力もすごい。まあロマンティストですよね、この方ね、ロマンティスト。そして非常にね、もう目の覚めるようなね、そういう恋愛。だからもうね、こういう人がね、飲み屋さんにいたらね、もう楽しくて仕方ないと。その店が通っちゃう。キャバクラ行ったらもうこういう子を締めしまくる。楽しいからですっていうね、そんな感じです。で例えばこういう子がね、そのバーにいる、ね、バーでね、マスターに言う、ね、一人で端っこでね、
私って男運ないのよねという言いながら寂しく飲んでいる女性をほっとかくわけないですよねっていうね、そういう感じです。どうしたんだいってね、でもう話しかけて、いっぱいおごるよと言いながらね、バーで盛り上がる。そんな雰囲気を金星海王星って持ってるんでね。あとね、バーなんか行ってもね、なるほどね、みたいなね。ああやって寂しそうにするんだ、みたいなね。そうすると誰かが声かけてくれるんだ、みたいなね。その寂しげなその魅力。私って今、離婚調停中なのよね、って。一人でバーにね、佇んでればね。それはもう声かけてくれますよ。ね。いっぱいどうだいと。ね。僕でよかったら話してごらんよとかね。言ってくる男性がね、いると。あるいはもう何も話さなくていいって。このままホテルに行こう。みたいな人も現れてくる。ね。突然、天王星ですから、突然何やってくるかわかりませんのでね。そういうサプライズなのは天王星ね。その儚い人魚姫への恋だとかね。だから尽くすんだけどもね、尽くすんだけども、その尽くしてはいけない相手に尽くしてしまったみたいなね。ホストクラブにのね、ホストに尽くしてくね、悪徳ホストに尽くしてしまったみたいなね。そういうようなね、ケースとかね、やっぱ見られるんでね、その何が原因なんだって言ったらね、もうすごいロマンティストだっていうところにその付け込まれてしまうというね、そういうやっぱり特徴があるんでね。それね、いつも言ってるのはね、お目付け役をつけてくださいね。広瀬アリスちゃんをちょっと目付け役でつけるからね、伊藤沙莉ちゃんつけるから、ベッキーつけるからってね、そういうね、子たちをねつければね、じーっと観察してね、なんか言ってくれると思いますんで、自分のことは不器用だけど、人のことはね、もうじーっともう観察なんでね、鋭いんでね、ちょっと待ってよ、ね、で、アドバイスしてもね、そんなことはないってね、聞き入れなかったりするっていうケースも多いんですけどね、どうしたらいいのかなっていうのも、随風さんにも。実はわからないね。どうしていいのかわからないっていうね。その特徴だけを説明するっていうね、ことになっています。もうすごい金星をお持ちだったんですね、ということですよね。そして月、水瓶座でね、海王星とセクスタイル、天王星とスクエア、冥王星とトランスサタニアン全部と絡んでるアスペクトする月でございます。スーパーお母さんね。特に問題なのはその天王星スクエアっていうことでね、普通の家ではないね。ですから普通の家ではない育ちっていうことになりますんでね、特殊な家っていうね、ことになりますんで、特殊な家に育ったからこそ面白い子になってるんですっていうことですんでね。実はもう非常に面白い。珍女だと言われるね、奥さん。だから奥さん、としては非常に面白い。面白い反応をする。あるいはその別居結婚だったりってね、ことを望んだと思います。だからあんまりね、そのご主人、しかも月水瓶なんでね、別居結婚ぐらいでちょうどよかったんですね、みたいなね、ことじゃないかなと思います。だから前のご主人のね、そのチャートちょっと今分かりませんけどね、前の旦那さんがそのウェットな、ね、いつも一緒にいなきゃいけないみたいなね、人だったらやっぱ離婚しちゃうのかなっていうね、ことはやっぱ思います。もうね、言ってます、こういうね。もうね、別居結婚ね。あれ？なんでそんな離れて結婚ね、してるんですかって。離れるぐらいがいいのよ、と。ね。せいせいするっていうの、せいせいするって言ってね。たまに会うから新鮮でいいのよって言ってね。そんなもんですかね、みたいなね。
そんなもんよみたいな まあその人はねってことですよね。ああなるほどね、月天王星スクエアだとそういうこと言うんだみたいなね。しかも水瓶月みたいなね。で、まあ、海王星で、まあ、家族思い。ね。冥王星で、非常に、まあ、芯の強いということですよね。芯の強い奥さんと。一子冥王星でね、しかも月冥王星持ってるんでね、かなりね、いざという時はもうね、かなり強いお母さんになるということなんでね。まあ、穏やかな、京子さんですけど、いざとなったらね、もう非常に強いと。どんな緊急事態がね、異常事態が起きたとしてもね、動揺しないで対応できる力ですよね。ですから、まあそういう力が女子アナに必要とされる力だということで、やっぱ女子アナ多いですよね、この、月冥王星の配置とかね。あ、そういう観点で、女子アナって採用されるんだって思いますよね。どこ見てると、可愛さだけじゃないと。ね、もちろんその容姿端麗なね、ミスどこどこみたいなね、こう、まあ、積極的に取るんでしょうけども、まあその中でもやっぱりね、芯の強さというものを持っている子を採用してるんだなっていうことはね、思います。はい、ということで、ファイナルディスポジター天体配列見てみましょう。天体配列ね。ファイナルディスポジターなし。10人いますけど、責任者誰もいません。誰も責任取りません。みたいな。だからこそね、ジェネラリストだという、ね、ことですね。スペシャリストだとね、一つのところにね、目標はこれだ。これをやるために自分生まれたんだってね、一点集中でいきますけれども、まあ、総合的にね、やっていくと、いうことです。議員さんもやれば、ね、牧師さんもやれば、ね、神父さん、牧師さんもやれば、ね、あるいはもう自分自身のね、信念も通してタレントもやれば、ね、お金儲けもやれば、ね、教える指導者としてもやれば、ね、子育てもやったり、あるいは何かに勝負かけたりね、楽しいこともやる。ね、時にはそれは恋愛ということをね、恋に生きる、ね、それもやれば、ね、そしてまあ有名タレントとしてもやると、いうことでね、その何分野か、ね、1、2、3、4、5、6、7分野、ね、8分野のことにね、バランスよく同時進行で進んでいくという形になります。火地風水、火が3、地が2、風2、水3。まあ、バランスはいいですよね。地と風がちょっと少ないか。ですんで、まあ、地と風が多い人が、まあ、よろしいですよね、パートナーにはね。ですから、まあ、情熱的だし、水情緒的なところもある。そういうような性格の方だと思います。活動不動柔軟、活動3不動4、柔軟3、まあ不動4ということで、まあ安定性があるとかね、頑固であるとかね、信念型だとかね、お山は動かずみたいなね、感じっていうのは不動級の特徴になります。男女比5対5、まあ男性的でも女性的でもどちらでもありませんということになると思います。そして、古典メソッドになります。古典メソッドね、どの天体がやっぱ一番力を持ってるかということ。特にね、岩崎恭子さんの場合は、ファイナルディスポジターありませんのでね、どの天体が使いやすいかが問題になります。一番点数高いのは木星。10室木星になりますんでね、やっぱり有名になる。もうどうしたっても有名になっちゃう。
たまたままたね、水泳オリンピックの時期が来て、またまたテレビに出たらまた有名になっちゃって、別の意味で有名になっちゃって、とばっちりみたいな感じのね、有名で、今話題になっちゃっていますけどね、やっぱり十七木星だなと、まあ、頑張って解説もしてます。まあ瀬戸大也選手のね、のことで、まあね、まあ、夫妻のことでね、まあ、どんなコメントするかで、まあ、注目を浴びてるっていうね、まあ、いろんな意味でね、やっぱり広がりを見せる、ね、ことだなとは思います。微妙なこうさじ加減のね、ところでまた有名になってるということですよね。そして次が金星ですね。十二支金星が2点。ですからまあ、もうぜひね、神事やってもらいたいですよね。神事をやるべきですよね。やんないとしたら何なんですかっていうとね、やっぱ隠れてなんか隠れての楽しいことみたいなね、意味になっちゃいますんでね。それって何ですかみたいなね。だからまあ、実際多いのは不倫ですよというね、ことだったりとか、こっくりさんですよとかね、こっくりさんはやらないにしろ、まあ、こっくりさんみたいなことだったりとかね、なんでそんなことをするんですかみたいなね、そういうひそやかな楽しみという意味になりますんでね。そして、あとマイナス5点がね、4つと。一番使いにくいのがマイナス10点の土星、獅子座の土星になります。やっぱ12室土星、獅子の29、これレグルスなんでね、やっぱり土星という試練がね、やっぱり目立ってしまったということですよね。だからまあ、今回の出来事、お姉さんが落ちて自分が金メダル取っちゃった、ね、というようなね、派手な形でやっぱり出てしまったと。まあでも、それをね、克服していくということでね、逆にもう注目されやすい、そういう土星になってしまったということですよね。ですからね、まあでも、克服した暁には、コンクラーベ出ますよ、ということにね、なってくると思います。そして、選挙でね、日本初、ね、日本初の法王誕生みたいなね、まあ、そういう感じです。ですから、もしカトリックだったらっていう話ですけどね。カトリックじゃなかったら、まあ、置き換えて考えてみてください。そういうことになります。そして、太陽、蟹座27度ですね。これマイナス5点ということでね。蟹座、十七。十七というところでね、やっぱり、客観的にものを見なきゃいけないのに、もう一部の人だけっていうね、ことになってしまいますんでね。ですから、何かのその利益の代弁者とかっていう形にはなるかもしれませんね。こっから銀を出さなきゃいけないとかね。そういう時に何か立ち上がっていくようなね、感じはします。月、水瓶の月マイナス5点、ね、ですんで、まあ、月もね、やっぱり、水瓶っていうね、蟹の支配星なんでね、全く違う性質の水瓶座にいるっていうね、居心地どうですかっていう、お月さんに聞いてみればね、月さんに聞いてみるとね、居心地悪いんですけど、みたいな。まあ、そういうことですね。だから、マイナスってことは居心地悪い、ね。点数高いってことは居心地がいいということになりますんでね。居心地が悪いけど頑張るみたいな。もともとの月の性格ってそうじゃないんだけどね。で、まあ月がね、水瓶の人ってね、なんか何が楽しみなのって言ったらね、機械いじりだって言うんですよね。機械いじったりね、なんかミシンとかね、あれマシンなんですよ。だから、ああいうマシンをね、いじくってね、カタカタしてる時ってね、なんかね、楽しいとか言ってね、ああ、やっぱり水瓶月ってそう、本当にマシンが好きなんですって。マシンとかパソコンとかね、機械とかね、なんか好きなんでね、そういうのをいじくってる時はね、なんかね、保たれるってことですよ。自分のその
心の安定、自分自身が保たれる、それがね、やっぱり水瓶月なんですよね。ああ、なるほど、ね、月をやってないともう死んじゃいますんでね、だからもしかしたらミシンとかそういうマシン、機械ね、パソコンね、そういった機械類、ね、IT 関係、ね、そういったものがね、まあ好きなのかなと、ね、しかもそれ五質になりますんで、子育て、ね、遊び、ね、勝負、ね、勝負の五質、ね、そういうことにもなるし、まあ、恋愛、ね、ということにもなると思います。そして水星マイナス5点、ね、獅子座になります、ね、獅子の水星、まあでも獅子の水星じゃなかったらね、解説者やっても面白くありませんのでね、スケボーの解説者ね、ビッタビタに攻めてますみたいな何かね、そういう鬼やべえとかねそういう変な言葉を使って解説してるのもね、楽しかったですけどね、あれも。ゴン攻め、ね、ゴン攻めってな、ゴンゴン攻めてるみたいな、ゴン攻めしてるとかね、面白い表現でしたけどもね、まあまあ、まさにそういうね、獅子の彗星じゃないか、こいつみたいなね、あいつ、まあね、思いますけども、まあそういう面白い解説ってね、やっぱ獅子座になりますんでね、それはもう、まあ、点数低くてもね、まあ、どんどんやってくださいという感じですよね。まあ、ただ水星ってね、そういう、まあ、乙女の支配星なんでね、本当はもうね、もうきっちりこうやりたいんだけど、獅子座のようにそうゴン攻めとかビッタビタに攻めるとかね、鬼やべえとかね、そういう表現にはあんまり使ってほしくないみたいなことで点数低いのかなって思いました。火星が乙女の火星で、これもマイナス5点ね、だからね、もうやりすぎ、行き過ぎやりすぎっていうね、まあ乙女の火星なんでね、それはもうやりすぎでしょうと。まあなんか薬草を作ってるんですかって、だから薬草を作って、でそれをなんか漢方薬作って、それをさらにで、例えばね、そのひとりさんの作るね、漢方薬あるんですけども、他のね漢方薬の会社がね、成分書いてあるからそれ真似して作るんですって。でもね、全然効き目がないんですって、それでも。で、ひとりさんの場合はあることをしているというね、ことなんですね。だからあることって何ですかってね、あるところに持ってって、その気を上げるとかね、その薬をあるところ持ってって、そこでこう高いパワーをそこで注入するとかね、そういうことをやるからその薬は効くんですというね、ことで、塩なんかもね、これも内緒ですけどね、そういうパワーの高いところで取れた塩を使う、ね、まあ成分は同じ塩ですけどね、そういうところの塩なのでね、だからもうやりすぎなんですよ、まあ、やりすぎっていうかね、もう行き過ぎやりすぎで、もうまあでもひとりさんの場合そういうことしないと自分死んじゃう体だったんでね、一生懸命それを自分作ってたんでね、そのうちものすごい効くものができてきて、でそれを売り出したらもうね、日本一の金持ちになっちゃったっていうね、納税日本一ね、連続もう何年ずっと、だから日本一税金を納めている人ってことになるんですけどね、まあすごいなということでね、まるでそんなような火星を彷彿とさせます。だからまあ健康に詳しいだけじゃなくて、どこで取れた塩とか、どこで念を入れる、念を入れるんです、ね、そういう心の世界を使う、もうそれを徹底してこうやりすぎるっていうね、ひとりさんですかみたいなね、そういうやっぱ火星ですよ。しかも十二室にそれありますからね、ただの漢方薬じゃないっていうね、
念を入れてある漢方薬ね、ということで霊力を使うとかね、そういうような形で、だからその塩をね作って山の峰とか尾根をね歩いて、だから山の峰とか尾根はもう非常にパワーが高いんでね、そこでねもうかなりのね霊力ね、そういったものをつけて、それを漢方薬の中に仕込む、そりゃ効きますよその漢方はっていうね話になるんですよね。ですからそれは山伏のやることで同じです、ね、ですから風穴ね、だからそこの土地に行けばねふわーっとねもうす流血って言うんですけどね、もうラッキーが吹き出してますね。そこに家を建てた人は繁栄しますということで日本で一番でかい流血ってどこから出てるかっていうと皇居ですだからね、その徳川幕府があれだけね、300年も続いたし、で最後ね昭和天皇も一番の戦犯なんだけどね処刑されずにね、逆にそのマッカーサーからも尊敬のね、尊敬する人になっちゃったりしてね、もうあなたを尊敬しますね、本当はあなたは死刑にしなきゃいけないんじゃないのこの人みたいな、いや違いますって、でもうね昭和天皇も言った、私はもうちゃんと極東裁判を受けて、ちゃんと罪もね、裁判も受けます、ね、ただし国民の食料だけはお願いします、それだけはお願いしますね、それでも感動さ、マッカーサーそれで感動して素晴らしい、ね、でまあ非常にまあそれから尊敬する人になったというね、ことですのでね、まあどれだけまあ運のいい場所に皇室の方今の天皇ご一家は住んでおられるのかということで、ね、だから日本のね苔の娘までね、もういつまでも天皇の世がもうずっと続きますっていう歌ですので、あれはねもうその通りになってるっていうのは流血にね お家があるからですということですね。だからまあ中国人とかねそういう流血、まあ風水の話ですからね、流血を探してはそれを買い漁っていくというね、華僑に買われちゃいますやばいですってね、まあ裏の世界ではもう本当にねもうそういう話でね、もう買われないようにもういろいろね、しましょうみたいな、ね、感じになってますけど、まあもちろんそういうところに塩を保管して、そこの塩を使って、漢方に入れてるんでね、他の会社が、マルカンのね銀座マルカンのその製品を真似しようとしても、それはね真似できるわけないでしょみたいな、ね、心の世界を知らない人がねそんなことを、いや同じ成分で作ったからって聞くわけじゃないんですよっていうね、まあそういう話、まあ、そういう火星ですよね。だからね、まあその火星の乙女の火星十二室っていうね、ここでもうそういうことをやりすぎてくださいっていうね、そんな感じがします。でまあ、どっちにしろね十二室やっぱ強い方なんでね、やっぱりもうそれをやるためにね、生まれてきたと、山伏をやるために生まれてきた、ね、昭和天皇はもうシャーマンになるために生まれてきたってことですからね、もうそれはもうシャーマンになるために研究してるんですよ生物をねっていうね、生物学研究っていうね皮をかぶってればバレないだろうシャーマンみたいなね、そういったことです、ですんでね、もののけ姫みたいなそういうね世界なんでね、まあできればそっちの方の研究ということにね多分進んでいくんじゃないかなっていうね、ことだと思います。もう心的態度が全てを決定する人生、そんなような、感じです。
ですからありましたね、その北の海でね、練習量が全てを決定する柔道、ね、井上靖さんのね、北の海ね、小説でね、高専柔道のことを書いてるね、小説がありますけどね、高専柔道強いですね、高専柔道でも全てが、練習量が全てを決定する、ね、まあ今回ね、オリンピックもうみんなこう真面目に練習してる人はもう本当にいい結果出してるってね、練習量は全てを決定するね、岩崎恭子さんは心的態度は全てを決定する、そういう人生ですということになりますんでね、いかにね、嫌なことを考えないでね、前向きな、いい心の状態にしてるかというねことで、でまあその試練としてお姉さんとのこと、家族とのこと、そういったことはね、ストーカーみたいなことね、不倫みたいなことっていうのがもうね与えられたと、試練が与えられたと、いうことだと言えると思います。はい、そしてあと何ですかね、あともう天体はほとんど東側に天体ありますんで、東側に天体あるってことはね、もうやっぱり自分が突き進んでいくという運勢なんでね、あんまりこう人に合わせていくという感じではない、ね、だからよくね言いますよね、朝生まれた人は元気がよくて、夕方生まれた子は、割合おとなしい、ね、それはもう七室に太陽はありますんでね、まあそれにこうご一行ね、水戸黄門ご一行みたいな言われ方しますけど、水星金星ってまあ太陽にくっついて回ってますんでね、五老行ご一行って言われてますけどね、占星術ではね、それがそのままそっくりね、くっついてますんで、ほとんど西側になる可能性が高いということで、まあおとなしい、まあ人に押されてっていうね、そういう運勢になると思います。でも岩崎恭子さんの場合はもう自分でってことになりますんでね、パートナーを支えてというよりも自分で行くね、それを支えてくれる旦那さんを探した方がいいというね、ことになります、ね、ですから旦那さんが女なんだから俺のことをね、支えろみたいなこと言うと多分離婚になっちゃうのかなっていうことは思います。そんなことでね、まあこれからいろんなことをやってもらいたいと思うし、何か押されれば9月にもしかしてですけど衆議院ありえるかもしれませんね、というのは十室太陽を持ってるからですよね。ですからどっからの要請、蟹座の太陽なんでね、どっかからの要請があれば一気やってくんないかと、ね、いうことで立つ可能性はある、ね、自民党のあるマニアックなその派閥か、それともマニアックな野党か、ね、もし創価学会であれば、公明党から押されるか、ね、まあそういう考え方ですよね、ですから十一室っていうね、夕刻の明日の明るい未来を切り開いてこうぜという部屋なんでね、そこに太陽があるということはねありえるかなと、衆議院9月ありえるかなということもね思うわけです。まあとにかくね、まあこれからもで、まあ今ねオリンピックまあ真っ盛りですから、とにかくね頑張ってもらいたいなと思います。はい、ということで、チャンネル登録ね、登録というねことでね、もうこれはもうねぜひお願いしますと、いうことでございます。ですから瑞風さんもね、登録者数をもう
増やしたいと、どうしたらいいだろうかってね、それを今考えております。長く説明した方が、がっつりねやった方が多分いいのかなとはね、今思って、長くまたね、がっつり解説に切り替えて、だからまああんまり長くやってると、あんまり長くやるのも飽きちゃうかな、もうじゃあ短くとかね、いろいろやってますけども、それはなぜかというと、チャンネル登録者を増やすためですってね。時間はね、あの5600時間ぐらいでね、あのものすごく見ていただいてありがたいんですけども、ありがとうございます。登録者数ですね、登録者数を今増やしたいというね、そういう気持ち一心でございますので、ぜひぜひとチャンネル登録ね、高評価もよろしくお願いいたします。はい、それではまた、さよなら。